こんばんは。こちらは、ロンネ放送局の日本語のニュースでございます。4月23日、国会常務委員会は、文連会国会議長の下で会議を継続しました。同委員会は、2009年から2023年末にかけて、交通秩序と安全の確保に関する政策と法律の実施のモニタリング結果のテーマ別に関する報告書素案についてコメントを述べました。席上では、大王皿は2008年の道路交通法交付以来、現在にあたるまで、この分野の法制度が継続的に改善され、前向きな変化を生み出してきたことを強調しました。一部の大王皿は、現実的な要件をより適切に満たすために、道路法と道路交通安全令を含む2つの法律案に分離することに同意しました。または、農村部の交通安全に関連するデータやコメントを分析して、この地域における交通安全法の遵守に対する意識を高めるための根本的な解決策を講じることを提案しました。会議では、バイク用ヘルメットの着用が以前ほど徹底されていないことを懸念する意見も出しました。その他、古すぎる車両、時代遅れの車両、拡張車両、大型車両、積載車両が多すぎるなどの規制を満たさない車両をリコールし、段階的に排除するためのロードマップ必要があります。消防署はこのほど電力、ガソリンの適切な供給を確保するために政府決議の実施に向けた計画を交付しました。消防署は関連部門に対し発電事業者と大規模電力利用者との間の直接電力取引に関する交付メカニズム及び政策を早急に完成させ管轄当局に提案するよう求めました。さらに、同署は屋上太陽光発電、ガス発電、風力発電、バイオマス発電、廃棄物発電の開発を奨励するほか、国家政策や規制の実施に対する宣伝監視検査を強化し、計画を策定し、生産や事業に十分な電力供給を確保するための計画を積極的に策定し、動力を経済的かつ効果的に利用します。なお、市場の投稿商品、特に食料、エネルギー、その他の必需資金の需要と供給を注意深く監視します。そのすべての産業は生産を管理及び規制する計画を速やかに策定するため、または需要と供給のバランスを確保し、市場価格を安定させるための措置を管轄当局に提案することを目指しています。ベトナム企業労組止めは4月23日ベトナム国家銀行と連携し、集団経済部門の信用資本へのアクセスにおける問題を取り除くための解決策に関する全国ワークショップを開催しました。フォートゥンドゥク道内省人民委員会委員長代理は道内省で議長として出席しました。会議では、参加者らは、集団経済部門における信用資本へのアクセスの現状内容化することと、集団経済部門の信用資本へのアクセスの困難、障害、不十分さ、原因を分析することと、全国の集団経済発展に向けた信用資本源を開拓すること、信用資本へのアクセスに関する問題を取り除く解決策を提案することを含む3つのグループの問題について議論し、解決策を出しました。多くの地方自治体、省庁、支店、大手銀行が解決策を提案しており、ベトナム企業労組合止めのカオソントゥブン議長は、問題を解決するには支援メカニズムや政策を含む多方面からの解決策支援が必要があると述べました。これには2024年4月1日から発行する企業労組合法を実行するための資料規制や将来の技術及び市場開発に関する政策が含まれます。
4月23日、パレスチナ自治政府のムスフタファ首相は、国際社会がパレスチナ自治政府とイスラエルの間の政治対話の開催を求める状況で、同政府の能力を強化するための改革プログラムを発表しました。ムスタファ首相によりますと、パレスチナ自治政府は同盟性を強化し、汚職と戦うほか、司法制度や治安機構を改革し、行政部門の効率を向上させるとしています。都市は医療制度、教育、財政を改革し、経済改革を推進することを目標に掲げました。改革の内容は、基本的にパレスチナ自治政府がイスラエルとハマスの紛争が現在も続いている状況での役割に関して国際場と特に米国からのさらなる支援を求めていた前任者の周大使の前回の契約と同様になります。米国防少将報道官のライダー空軍少将は23日の声明で、新イラン武装勢力が4月22日にイラクとシリアの米軍地域に向け武装ドローンを発射され、ロケット弾攻撃の失敗だと述べました。ライダー将軍によりますと、連合軍基地への攻撃は2月4日以来となるということです。イラク政府に対しては、イラクとシリアに駐留する米軍を守るための措置を取るよう求めました。そして、この攻撃が続けば、我々はこれまでと同様に、自軍を守ると強調しました。それに先立ち、米軍部当局者は、イラク西部のアル・アサド、空軍基地との攻撃が2ヶ月以上に攻撃を停止して以来2度目となったと発表しました。日本語のニュースが終わりました。